こんばんは、元男の子の青木かのんです。我が家にも届きました、ドン iPhone 12 mini ということで、今日はですね iPhone 12 mini をこの後開封していくんですけども、先月発売だったっけ iPhone 12 Pro、 これと iPhone 12 mini 比較したいところなんですけども、あえてですね iPhone SE 2、このコンパクトモデルの SE 2と12 mini を比較していきたいなとも思ってるんですね。というのも、iPhone 12 mini 欲しいっていう方って結構そのコンパクトなモデルを求めているっていう方が多いと思うんですね。なので12 mini と同じぐらいコンパクトモデルな SE2 と比較してどっちがいいのかなって悩む方の参考になればとも思い、今回動画を出します。あ、でも一応ですね、このなんかデザイン面とかでも12 Pro とも見比べたいんで、ちょこっとこっちとも並べてみようかなとは思います。じゃあ早速開けていきましょう。あ、これ届きましたよ、マグセーフ。いくよ、背面につけると充電ができる、磁石でくっついてる。すごい。じゃあ開けていきましょう。え、これこんなに開けづらいっけ。開かないぞこれ。おー、ちっちゃ。今回私はグリーンを買いました。最近グリーンハマってるんで。あ、うっす。感動の瞬間、オープン、プブンプブンプブンプン。めっちゃいい色。これめっちゃいい色じゃない。わかった、あれだ、サーティワンアイスクリームのポッピングシャワーの薄い緑の部分に似てる。例えばいきますよ、重さだよ重さ。これ持ち上げたら本当の重さがきますからね。いきますよ、さっ。iPhone SE よりちっちゃいのこれ。ちょっと待って、これ iPhone SE よりちっちゃいぞこれ。私あえてちょっと第一リアクションを大切にしたいという意味で、他の方のレビューとかネットの記事とか見ないようにしてたんですよ。え、待ってよ、 iPhone SE よりちっちゃいよね。とりあえず電源、はい。え、 iPhone SE より1センチぐらいちっちゃいじゃん。え、でも画面でかいんだ。そっか、そうだよな。全画面だもんね。ちょっとこれ iPhone12 Pro ね。大人と子供じゃん。やばくない？え、薄さは？あ、そんな変わんない。でも、本体の質感がやっぱだいぶ違うんだな。ミニの方はマットな加工で、で、プロはちょっと高級感のある感じ。ちょっと私なんか感動しちゃった。ちょっと待って、レビューどころじゃなくなってるぞ、テンション感が。で、これ、私が買ったレザーボルトですね。アップルの。マグセーフ対応だから、これももちろん。しかもぴったり幅。え、もうこれでいいじゃん。クレカとかここに置いて、これでいいじゃん。もう幅も全く一緒ですね。あ、箱の中身はですね、このシムピンが入ったやつと、あとはこのライトニングタイプ C とライトニングがついてるやつですね。急速充電対応のケーブル。あとは中身は空です。だいぶシンプルに来た。ちょっとセットアップ飛ばします。時飛ばし。今 Wi-Fi を入れますね。とりあえず使えるようにしなきゃいけない。で、片手打ちやりやすー。余裕で届く。ちっちゃすぎない？幅は iPhone 5 シリーズとそんな変わんないような気がするけど。え、どうなんですかね？ちょっと編集で後で出すと思うんですけども、サイズ感どうですか？一緒？幅とか。5シリーズと12ミニ。お、来た！いきますよ。よこそ iPhone へ。さ、本体のサイズは SE2 の方が大きいのに、ディスプレイの領域は12ミニの方が大きい。ではですね、まず比較していく前に外観チェックを言っていきます。まずこちら、前面。そして、SIM トレイとボリュームボタンとミュートスイッチです。で、上部は何もありません。そしてお尻は左右非対称のスピーカーと、あとはライトニングです。そして背面がこんな感じです。ガラスですね。あと普通のカメラと超広角カメラです。超広角カメラというアップが見つかりませんでした。やっぱあれなんですね。ライダースキャナーが搭載されている分、カメラの主張がプロシリーズは大きいですね。その分こっちはなんかスッキリしてます。
ではですね、皆さんお待ちかねの iPhone SE 2と12 mini の、比較をしていきます。まず販売時期なんですけども、こっちが5月で、こっちが11月です。半年違いなんですね、でも言っても。2020年モデルだ。そして対応通信規格はこっちは 5G と 4G が対応してて、こっちが 4G のみです。そして画面サイズなんですけども、こっち SE2 が 4.7 インチで、こっちの12ミニが 5.4 インチで。でもね、SE2 の方がなんか白いですね。なんかこっちちょっと12ミニは黄色がかってる。でも12ミニは有機 EL なんですよね。SE2 液晶なんですよ。なんか目に優しい感じで言ったら12ミニ。そしてディスプレイなんですけども、こっちがスーパーレティナ XDR ディスプレイ。そして SE2 がレティナ HD ディスプレイです。でもこれはちょっとわかんないですね、どっちが。わからないぐらい両方とも綺麗です。今横に並べて見てるんですけども、これすごいですね。やっぱりそうだ。iPhone SE2 の幅が 67.3 に対して、12ミニが 64.2。だから、やっぱ横幅もちっちゃいんですね。で、縦は12ミニが 131.5、SE2 が 138.4。12ミリの方がちっちゃい。あ、でもあれなんだ。分厚さは 0.1 ミリだけ12ミリの方が分厚い。7.4 ミリ。それに対して SE2 が 7.3 ミリです。あと持ちやすさですよね。これ好みが分かれてくると思います。やっぱりラウンドしてるじゃないですか。こっちは丸みを帯びて。で、こっちカクカクしてるから。手に食い込んで安心感があるっていう分に関しては、こっち12ミリの方がいいな。やっぱそうだよ。重さもそうだ。これかなり大きいですよ、スマホでは。133g、そして 148g、15g の差があります。でも、ディスプレイこっちの方が大きいっていう。じゃあ動画ちょっと見てみましょうか。あれ、でも動画を見た感じだと、これ同じですね。ただ、こっちは拡大表示ができるんですよ。まあ、これ切れちゃいますけども、拡大表示すると SE2 より楽しめる。ああ、全然違う。シネマサイズの動画を見ると、迫力は、やっぱり、12ミリのがある。でかいですもんね。うわ、これはすごい。うわ、すごい、すごい、すごい。何回すごいって言うんだ。これ。でも、すごい。12プロと並べると、さすがに、やっぱり大きさに違いは感じますね。あ、でも、十分かもしれないですね。ひぃ。そして空張りなんですけども、12ミニの方は、ブルーとグリーンと、プロダクトレッドと、あとホワイトとブラックです。なんかグリーンがやっぱり人気らしいですよ。でもなんか新色で追加されたブルーもなんかいいみたいな。で、こっちの SE2 は、レッド、ブラック、ホワイトです。そしてカメラなんですけども、12ミリの方はデュアルカメラで、1200万画素の超広角、そして同じく1200万画素の標準画角、この2つのレンズがついてます。なのでいろんな撮影で力を発揮すると思います。そして SE2 はシングルレンズなので、この画角のみとなります。なんか色味にも違いがちょっとありますね。12ミリの方は少しクリーム、濃い色。SE2 は普通の色。どっちがいいかはお好みです。そしてこれポートレートカメラってさ、撮れんのかな？あ、撮れる！え、物で撮れるんだ。え、すごい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 。撮れたけど、すっげーボケてる。なんかすごいパリッと見えますけども、すごいボケボケな感じがして逆に違和感かなーみたいな。でもすごいよ。人以外で背景をぼかすことができるから。SE2 だと物でこうやって、例えばインスタ映えって言って美味しそうなケーキ撮ったとしても、人の顔写してくださいみたいな感じでエラーメッセージ出るんですよ。それが物でも撮れるってやばいな。そしてチップなんですけども、こっちが A14 チップ。そしてこっちが一つ前の世代の A13 チップ。なので、11プロシリーズと同じ、12プロシリーズと同じです。あとバッテリー駆動時間が、こっちが音楽を50時間聴け、動画も15時間。それに対してこっちが音楽40時間で、動画が13時間。まあでも、これはあんまり大差なさそうな気がする。なんか今までの使った感じだと SE2 は結構早く電池切れちゃうんで。あんまり変わんなさそう。で、容量なんですけども、64GB、128GB、256GB。これ両機種とも同じ共通です。そして値段なんですけども、iPhone 12 mini の方が高いです。私は 256GB を購入しました。やっぱりメインで使いたいから。やべ、これ答えちょっと言っちゃった。やべ。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと、ごめんなさい、カットしてください。
そうなんですよ。私、iPhone 12 Pro 持ってるんですけども、iPhone 12 Pro はなんかこう、YouTube 用のその仕事用のカメラとして、バリバリ働いてもらおうと思ってて、メインで、もう普段から使う、だからもうほんと、LINE とか、電話とか、受ける用では、12ミリ使おうかなと思ってるんですよ。いる？先に結論言っちゃう YouTuber。でも最後まで見てほしいんですよ、YouTube って。いや別に広告とかそういうのじゃないですよ。別に、そういうわけじゃないですよ。そしてどっちもですね、ワイヤレス充電に対応してます。もちろん、iPhone 12 mini は、このマグセーフ、パチッ、対応してます。これいい。これだったらもう、ワイヤレス充電しながら、携帯いじれちゃいますかね。ゲームできますよ。そして生体認証は、もちろんこのフェイス ID ですね。サッと開けて解除できるってやつと、こっちは本ボタンを押して指紋認証です。まあマスクの時代なので、やっぱり認証の方法に関しては SE2 の方がいいかなとは思ってます。ちょっと前までこれが私のメインだったんですよ。やっぱりすごい便利で、買い物する時とかもなんかパスコード求められた時も、わざわざマスク外さなきゃいけないじゃないですか、フェイス ID って。でもこれってもうポケットからこう出す動作の時点でもう指紋認証してるから、なんかわざわざレジ前であたふたする必要ないんですよね。それが対応してたら本当12ミニも最強なんですけど、まあ、そこはしょうがないです。そしてどっちも防水防塵で、あ、すごい12ミニすごいっていうのも、こっちあれか、水深6メーターで30分間水没に耐えられるらしいんですよね。でこっち SE2 が水深1メートルで30分、だから5メーター差です。そんな潜るか。そして気になるこの音質なんですけども、これどうなんだろう？ちょっと調べてみます。ちょっと待って。12ミニドルビーアトモス対応してます。っていうのも、普通のスピーカーよりもワンランク高い空間に音が広がるみたいな、なんかそういう機能があって、そしたら何？12ミニの方がいいじゃん。っていうのも、SE2 って、あれなんですよ。ちゃんとステレオで音楽とかもいろいろ聴けるんですよ。スピーカーどっちもあるから。まあ、こっちももちろんありますけども。でも、ドルビーアトモス非対応なんですよ。一応、聴き比べてみますか。そしたらですね、今からこの両機種で、どのくらい音質の感じ方が違うのか、聴き比べてみます。両機種とも、ボリュームを、マックスからマイナス1にして、聴いています。そしたらな、何の曲で試そうかな。あ、青木かなんのかさぶたの私っていうデビュー曲があるので、それで試してみよう。じゃあ、SE2、この距離でやりますね。SE2、スタート。忘れるなよ、青木、忘れるな音。では12ミニ行きます。あ、違う。いや、このちっちゃい本体から出てる音ではない。ちょっと、鳥肌立ってるんだけど、ちょっと。大げさすぎると思って気持ち悪がられそうだけど。え、こんな違うんですね。あ、そうだ、カメラもちょっと自撮りでも確かめてみよう。これどっちもちゃんと同じカメラ設定撮んなきゃ意味ないですからね。はい、今どっちとも撮ってます。どうでしょうか？あれ？露出設定も全く同じなんですけども、色味全然違いますね。なんか SE2 の方は少し白飛びしてる反面、12ミニはなんかめちゃめちゃその通りだなみたいな。ちゃんと物のディティールっていうか、そのソファーの下の影とかもしっかり鮮明に映ってますね。え、すごくね？すごくない？全然違うわ。色つぶれしてない。ちゃんと影映ってる。すご。あ、あとあれだ。あのナイトモード確かめてみましょう。今私トイレで撮ってきたんですけども、これはもう明らかに違います。ほら、違くない？12ミリのはなんか本当に電気つけて撮影しましたみたいなぐらい、しっかりとこう拡大表示してもフレグランスの文字が見えるに対して、こっちは
なんかもう、色つぶれしちゃってるんですよ。ということで、結論が出ました。まずですね、両機種とも価格こちらに出てます。3万円の価格差ですね。で、その3万円っていうのは、iPhone の AirPods Pro を買えちゃう金額なんですよ。結構いい値段じゃないですか。なので、一見、こっちを買わずに、SE2 を買って、その浮いたお金の3万円で AirPods Pro 買ったら幸せだよねっていう風にも思えるんですけども、私なら、こっちを、おすすめしたいです。というのも、やっぱり一番新しい iPhone の機能が存分に堪能ができるっていうこと。カメラもめちゃめちゃ綺麗だし、夜どっか行った時もインスタ映えの写真が撮れちゃうし、あとですね、そのさっき見た YouTube とかでもそうなんですけども、音もいいし、あと画面もワイドに見れるから、ってことを考えると、今のこの SNS の時代、いろんなものを楽しみたいっていうんだったら、こっちの方がいいかなとも思うけども、AirPods Pro も優秀なんですよね。めちゃめちゃ優秀なんですよ。ただ、これを握った瞬間の感動は、もうめちゃめちゃでかいです。あ、大きさじゃないですよ。感動の度合いね。うおあと、こうやってさ、いろんなアクセサリーもどんどん出てくるじゃないですか。今後、この磁石に対応したやつとか。もうそれもすべて使えるんですよ。12ミニで。ってなると、3万円っていう。まあ、このアップルさんのその商売戦略って言いますか。で、多分ここが一番ネックだと思うのが、今のこのコロナ禍の時代、指紋認証が便利っていうことだと思うんですよ。結構、そのことがネックで、昔使ってた iPhone 8とか7に戻しました、みたいな方もいらっしゃると思うんで、こっからですね、もう本当自己責任ですが、私の今やっているコロナ禍での外出先でのフェイス ID をすり抜ける裏技でもないけど、っていうのもこのフェイス ID の iPhone ってですね、設定画面で一番上のフェイス ID でロック解除っていうのをオンオフができるんですよ。で、これ私はオフにしてます。オフにするとどうなるかというと、もちろんロック解除した時にすぐパスコード入力を求められるんですね。それは確かに面倒っちゃ面倒ですが、実はさっきのこの画面の下をこう見ていくと、パスコードを要求っていう項目あるんですね。で、これを私は即時ではなく5分後にしてます。どういうことかっていうと、5分後にしますよね。で、もう一回電源消します。こう開けると、ロック解除が Face ID 通さなくても開けるんです。というのも、5分後に設定することで何が変わるかっていうと、マスクつけたままロックが解除できるんですよ。あ、なんかちょっとテンパっちゃう。やばい。電池がやばい。すいません。電池が切れてしまいました。というのもすごい撮影時間かかってしまったから、カメラあっち切れちゃったんで、ちょっと続きこっちでやっていきますよ。そう、さっきのそのパスコード要求を5分後にするっていうことで、どういうことができるかっていうと、外でマスクをしてる時に iPhone を解除するとさ、毎回こう、パスコードこうやってやるじゃないですか。開くたびに。で、それを一回パスコードを入力すれば、5分間はパスコードをロック解除時に入力する必要がなくなるっていうことなんですよ。ちょっと説明難しいな。だって結構外出中って iPhone をちょこちょこいじったりするじゃないですか。で、ずっと5分以内にまたこういじり続けていけば、要求されることがほとんどないんですよ。でもちょっとこれが心配だなっていう方は、そのパスコード要求の時間をもっと短くしたりとか、まあ1分後にしたりとか、そうですね。だからちょうどいい私は5分後にしてます。5分間スマホを触らないことがないぐらい私結構スマホ依存なんで、5分後でいいかなっていう。でもどうなんだろうな。もし例えばこれをどっかに置き忘れたとして、5分間、誰か知らない人が触らなければ、またパスコード表示画面が出るようになるってことだから、心配だと思って1分後の方がいいですかね。だって忘れてから1分後ぐらいにすぐに誰かが拾うってのもあまり考えられにくいし、なのでおすすめは1分後、パスコード要求を1分後にしてください。そうすればマスクをこうしててもロックがスルッと解除できます。さっと。でも触らなかったら1分後にまたパスコード画面が出ます。これ便利なんじゃないですかっていう感じです。なので本当に今回のその12ミニ、私は久しぶりに感動してしまいました。ぜひ皆さん触ってみてください。このちっちゃさに感動すると思うんで、ぜひお試しあれ。少しでも今回の動画が楽しいと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。いろんなこういった情報や、あとはそれ以外にも、なんかバラエティっぽい動画出したりとかもしてますので、気になった方はぜひぜひ今後とも青木からの動画をよろしくお願いします。
そして私のインスタグラムと LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらも画面の下からフォローを、そちらも下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。